合肥の制圧はかなわなかった。だがこの戦により魏は後退し、蜀の安全は保たれた。蜀の劉備は差として慶州の返還を申し出る。一方慶州を預かる関羽は諸葛亮の策に従い居座った。呉は蜀の二枚舌を攻めるが、軍神関羽の前に手を出せない。度重なる協議の結果、呉と蜀は慶州を東西に分け合う形となった。慶州の問題を強引に片付けた蜀は、魏が治める漢中を攻略。関羽もそれに呼応する形で北上し、魏の繁盛を攻めた。だがこの蜀の攻勢は曹操の策によって引き出されたものだった。電光石火、曹操は孫権に同盟を申し出る。関羽が高陵にいては魏も呉も心休まらぬ。魏が関羽を引きつけるゆえ、奴の背後をつくべしと。孫権は関羽を討つ決断を下し、陸遜ら精鋭を慶州に送り込む。それが裏切りの汚名をかぶることになると知りつつも、そして妹を悲しませることになると悟りつつも、ようこそいらっしゃいました。未だに信じられません。殿が劉備を裏切り、曹操と手を結ぶと。蜀にこのまま勢いを与えては危険だ。均衡を保つには呉と魏が結ぶ必要がある。殿は情に熱いお方、故に苦渋の末の決断であっただろう。全ては孫悟を守るため。ご自身の心を犠牲にしてでも。殿は。その通りだ、陸遜。殿の心を無駄にせぬためにも、行くぞ。
急いでやれ。のろしを上げるな。これでどうです。気づかれたか。すぐにのろし台を制圧するぞ。しまうな。木だらけですよ。これでどうでしょう。この地は陸発言が制圧しました。制圧できたな。リクソン、よくやってくれた。次は高梁登場を攻略する。のろし台には注意せねばな。主人殿、あなたの力をお借りしたい。一芝居打ってもらいたいのです。師匠、不死人だ。美宝殿と藩主殿に用がある。開門せよ。はは。これでどうだ。いるんだ。なぜここに。行きます。これでどうだ。
ですよ。制圧できたな。一気に氷の正常も攻略するぞ。やってくれるな。我が陣営も規制が上がろう。これでどうだ。五軍が攻めてきただろ。奴らは味方じゃないのか。木だらけですよ。不死人がすでに下っていたか。俺も従うかあるまい。よし、次は食の手にある東堤砦を攻める。関羽の水攻めを崩すのだ。やられたか。だがこのままでは済まさんぞ。申し上げます、諸君の伝令が東堤砦に向かいました。我らの存在を知られるわけにはいかん。これでどうだ。リクソン、ヤツを捕らえるのだ。Yeah!
しました。これで繁盛の水は引くはずです。よくやったぞ、リクソン。残すは軍神関羽のみ。